昨日県内で撮影された映像。稲が刈り取られた田んぼをくちばしと羽の先が黒い鳥が悠々と歩く姿が。動画を撮影した女性に話を聞くと、初めて見る大きい鳥だったので、あら何だろうこの鳥と思って、で調べたらコウノリ鳥だったので、コウノリ鳥って幸せを運ぶ鳥と言うじゃないですか。目が珍しいっていうのと、あとはなんか縁起がいいなと思って嬉しかったです。撮影された場所に行ってみると、シラサギのような鳥がいましたが、コウノトリの姿はありません。目撃された場所のすぐ近くには、コウノトリが好むとされる川もこちらに流れています。餌を求めて田んぼや川、湿地などを好むというコウノトリ、しかしどこにも見当たりません。そこで近くに住む人に聞いてみると、昨日その姿を見ていました。いつもだったらシラサギがあそこ飛んでるでしょ。あ、はいはい、シラサギいます ね、 ね、うん、あれじゃなくてもうちょっとね、 黒っぽかったんだよね。で大きくて、ちょうどあそこに今なんちゅうの、溝が干上がってメダカがいるんですよね。それを食べに来てたんじゃないかなと思うんだけど。あ、じゃあ昨日ご覧になった、うん、だと思うんだけどね。撮影されたのはコウノトリなのか確認するために向かったのは熊本市動植物園です。副園長の松本敦さん、動画を見てもらうと、いやもう間違いなくコウノトリですね。で、いや羨ましいなというのが、私も見てみたいというところではありますけど。特徴的にもコウノトリで間違いない、まあ、間違いないですね。くちばしの長さと体の色と、うん、間違いないでしょうね。一度絶滅した国内のコウノトリ、兵庫県で繁殖活動が始まり、現在は383羽が野外に生息しています。佐賀県でも繁殖の事例があり、コウノトリの生息範囲は徐々に広がっています。日本野鳥の会熊本県支部によりますと、県内ではおととし山鹿市と熊本市で目撃されて以来2年ぶりの飛来確認です。どうしても驚かすとそこの場所からいなくなってしまいますので、もし見つけたらちょっと距離を取ってゆっくり観察してみられるといいのかなと。もしかしたらですね、そういう環境が合えば営巣して巣を作って、っていうようなことにつながることも考えられはしますね。貴重な姿を見せたコウノトリ、熊本に幸せを運んできてくれるのでしょうか。なんかね、足輪のようなものも見えますし ね、 そうですね。なんかやっぱり兵庫のコウノトリの里公園ですか、あそこで繁殖したものなのかなと思いますけれども、はい、それにしても今月に入って九州でやったらこのコウノトリ目撃情報と多いですよね、はい、鹿児島でも見られているそうで、まあ、熊本でもなかなか珍しい2年ぶりの確認ということでした。環境がいいから来てくれたんじゃないかなと思うと嬉しくなりますよね。そうですね。熊本市動植物園によりますと、うん、こうやっぱり畑の農薬ですとか、うん、コウノトリにとっての環境も良くなっていることで数も増えているということなので、うん、はい、これから。ただですね、注意点がありまして、コウノトリ見かけた時驚かさない、近づきすぎない、そして餌は絶対にあげないように遠くから見守るようにしてください、はい、また姿が見られるといいですね。そうですね、はい。